ゲオルク・グレーナーは、ドイツの作曲家、音楽評論家。ナチス・ドイツが発足すると、その御用文化人を務めた。ベルリンで作曲とホルンを学ぶ。1899年から1906年まで、影響力ある音楽家や、の音楽特派員の立場で、ロンドンで活動し、その後は1914年まで研究者として、働いた。1920年に、 ドイツ音楽家新聞に転任した。1930年から没年までベルリンシュテルン音楽院にて火星法とピアノ奏法を指導した。作曲家としてゲオルク・グレーナーはアントン・ブルックナーの伝統に立脚している。評論家としてはマックス・レーガーの作品に課題でした最初の一人に数えられる。1922年には重慶パウル・グレーナーの評伝を書き上げて、 なお、名をはせたが、ただし、本人の了解をとってはおらず、パウルはそのことについて不服であった。とはいえ二人は後に合作を行い、パウルのためにゲオルクは、過激、ハンネルの焦点の台本を手がけている。重慶パウルに同じく、ゲオルクも国家社会主義に転向し、ドイツ音楽と非ドイツ音楽のような、プロパガンダ論文を発表した。ケイアンドレアス、ポール・グレーナー、 クサメンシャルビットムージークイーンソンシャフト、ウナバーサターットポツダムハットジョゼフールフ、ムジークイムドリッテンライヒ、ラインベック1966。ありがとうございます。